10年も30年もやってからって、ほら、な、それうちも認めてよ、ほら。あと、おっちゃん、もう気の気をやろうって、もうあかんって、もう、まあ、もういとけけや、もうって、ほら。そんな言い方する？ああ、するよ。あれはもう、もう長いから、もう。もう役所も、もう認めてる。な、俺みたいなのが行って、またこうで言ったら、脇の人が来る。おっちゃん、何してるんや。いや、今、テント張るんや。もうあかんの、お前、おさ。わしらもここで主だからの。あ、ほんま。あんだら長い公園かどっか行けやと。そんな、縄張りあるんやろ、ほら。あるんや、これなーって、そこの。うん。まあ、縄張りとか、まあ、主とかな、ほら。言われたことある？向こう行けやってよ。まあ、ないけど、まあ言うやろな、脇の人が。俺がその脇行って、ほら、こんなことしたら、来て。おちゃん何してるんや。いや、俺今日からここに寝るから。寝るんじゃ、お前、おっさん。自分眠たいんか。うん、え？おめえ、なんぼでも寝るとかあるわな。うん、長い公園でも行けや、と、ほら。あいつらあいつらでこう、もう結束組んでっから。結束？怖いぞ。おう、来たら、一人があたこうた騒いだら、なわけが、どないしたって。こんな野郎がな、今なって。おう、おっさん。ああ、今度は、今、脇の人も来て。おっさん、あめ眠たいか。ええー、お前。うん、ええー。いや、あるんやぞ。大丈夫？怖いね。うん、人間っていうのは。いや、ホームレスとか。やっぱり仲間内とかいる。怖い人おるよ。あれある、なんぼでも。ナイフ持ってる人とかおるでしょ。おるおる、なんぼでもおる、ここ。なんで通りまでも、こっちだって後ろから。なあ、知らん。お前、ただわしで誰でも殺したいんだ。後ろから。誰もだ、ほら、あたいちょくちょまねぎんのに。うん。悪い人もおるもんね。ほんまに。なのばっかりや。うん。怖い目あったことあります？うん、今んとこはないな。昔はなんぼかあった。しのぎ屋や。ああ、しのぎ屋が。そうや。しのぎ屋とか、俺、競馬チームいたら。うん。どないじゃん。いや、俺は別に暇だから今来るって。おっさん、金持ってんのか。うん。いや、金じゃないや。俺はただ新聞。ってほら死のとかあの買ったない人やられ突きつけられてあやられた俺も一瞬でも俺逃げたけど怖いよなあんなのなっこ首だからいっぱい切られたらもうよう昔そんな話聞いたもんね死の際がおってほやあの当時は生活保護はもうないからな苦しいからあんなのはもううんこれで飯食ってた死の際やったら今おらんや、うん、もうそんな逆にしのぎ屋が、うん、反撃食らったという話もよく聞いたしね。なあ、そういうのったら。おいしいだけあれも大したことだね。ほんまに俺やったら。うん。ああ、おいけど、まあ、怖いな、おめしのとか、なあ、首筋こうやられたら。そういうけど。うん。